西安運輸8型ミャンマー空軍の運 8Y-8 とは、中華人民共和国で製造された、多用途ターボプロップ4発中型輸送機である。中国人民解放軍などにおいて、軍用輸送機として運用されている。輸送型の NATO コードネームは株で、一部の特殊任務型には、メイド、メース、マスクが割り当てられている。 原型とされるアンマイナス -121960 年代、中国政府は、ソ連ウクライナのアントノフ設計局の製作したアンマイナス -12B 輸送機を輸入した。当初は、ライセンス生産する計画であったが、中祖対立のために、ソ連からの技術援助が打ち切られたため、その後は、中国の技術人がアンマイナス -12B を、リバースエンジニアリングして、開発を続行した。 開発は、西安引き工業工師において1969年から、設計と開発が開始され、1974年12月に、原型機が初飛行した。その後も開発は、先制引き工業工師で続けられ、アンマイナス -12 が、製造を終了した1980年に量産機が、初飛行した。Y-8 はアン -12 の、デッドコピーであり、 両者の区別はつけにくい。そのため、アンマイナス12の派生型の一つとされる場合もある。主翼は、後翼配置であり、エンジンは、各主翼に2機ずつ取り付けられている。尾翼は、通常形式であり、機種のガラス窓は、後方紙向けである。前期型では、機種先端に、ガラス窓のある、細く長く尖った、機種形状や4羽プロペラだが、後期型では、 機種先端のガラス窓が廃止され、太く短く、丸みを帯びた、機種形状や6羽プロペラや水平尾翼両端の補助垂直安定板の追加など、外観はむしろ発展型である Y-9 に似ている。初期の量産機は貨物室が弱圧化されておらず、高度4000メートル以上の人員輸送では、酸素マスクが必要だった。改良型の I-8C で、 貨物室が弱つかされ、空中投下が可能となった。最初の計画開始から量産開始まで十数年かかり、人民解放軍に配備された時にはすでに旧式機であった。1981年から量産が開始され、2001年までに75機以上が生産されたと言われている。Y-8 の中国独自改良も行われ、1980年代には、 アメリカ合衆国のロッキード社の技術協力で、余圧装置を装着した旅客機タイプが開発されたほか、空艇部隊用や軍用輸送機など様々な軍事用の派生型が生産されたと言われている。その中には、早期警戒完成機の空計200があり、2006年6月3日に墜落事故を起こしたと報道された。また、Y-89 と呼ばれる。 対戦哨戒機が開発中である。Y-8J 航空自衛隊が撮影した、早期警戒機型なおジェーンズオールザ e アクラフトデベロップメントプロダクション2016から2017では、y、Y-8W 及び Y-8Q を Y-9 シリーズに分類している。ありがとうございます。